こんにちは、こんばんは。ファミツアップのけんちゃんです。はい、が桜井です。宮坊です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、借りてきちゃいましたよ。来ちゃいましたね。いやー楽しみだな。そう、フォースターの時はもうありがたく毎度借りている、あのフォースターコンセルト、コンセルト15ですよね、フォースタープロジェクトコンセルト、はい、まあ実質15になるのかちょっとわからないんですけれども、借りてきました今回。やったぜ。ということでね、いつも通り、はい、ちょっと、ね、体験動画を、ね、今回やっていきたいと思います。めっちゃ楽しみだなこれ。楽しみ。やばいよこれ。だってあれですよね、またコンセプトを今回全員コンセプトが共通してて、コンセルトっていうか、うん、なんかあれ楽団みたいなね、そうですね、感じで、なんかシンフォニーパワーっていうね、新しいスキルも入ってるみたいなので、ぜひぜひちょっとチェックしてほしいかなという感じなので、今回はなんか手頃なバロンファイヤーがあるので、バロンファイヤーでいろいろ技を見ていきたいと思います。お願いします。早く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 。あ、そうそう、まずね、早く早く剣士のね、あ、まずまずこっちの剣士、剣士のアルチュールカプリス、うんうんうん、あ、そうそうそう、これまた毎回言わないといけないんですけど、これ一応まだ開発段階なので、数値とかオートスキルとかちょっと変わるかもしれないんでね、そこは参考程度に、そうですね、感じで考えておいてください。ということで、これがアルチュールカプリスという剣士のまさか剣超かっこよくない、はい、剣すごいね、すごいね、めっちゃ強そうじゃん、傘みたいな。え、リーダースキルがテクニカルタイプの剣士、なんかテクニカルタイプ最近多いっすね。あ、そうなの。え、だってこれ、あれ？テクニカル、このシャルロットもテクニカルじゃなかったっけ？見てみる？持ってないよ！この、公式データベースでね、そうそう、あるんだよ。シャルロット全然矢印が見える。あ、見られましょうか。シャルロットとか、リンプイとか、ここにある、ここにある。ミラーとか。あー、リンプイテクニカルだった気がする。うん、で1が敵に雷属性のダメージを与え、一定時間シンフォニーパワーを与える。シンフォニーで、バラッとエトランジェ。スキル2が自分の攻撃力をアップし敵をおびき寄せ。ああ、もうここ嫌い長いね。ああ、やばい。ここ強そうだよ、文字ちっちゃくなっちゃう。でさらに一定時間シンフォニーパワーを得る、さらに敵にダメージを与える。何個あるんだっていう。シンフォニーしてますね。うん、いやでもシャルロットとミラとリンプイ、ハオ、タツノシン、ダリア、強キャラばっかじゃん。テクニカルです。おで、オートスキルが攻撃 15%、 アクションスキル 15%、 アクションスキル 20% と。じゃあもうアクションスキル寄りのキャラクターになるんですね、はい、ですね。で次、ダリル、ダリル キルブリッジさん、かっけー、ロックだね。武闘家に見えないね、これ。斧持ってるみたいなもんね、これね。そうですよね、これで拳なんですよね、うん、拳拳パンチパンチえ、だれだ、テクニック、こいつもテクニカルタイプなんだ。テクニカルタイプの SP がかなりアップ。これ便利だね。いいな。でマイクスタンドを振り回し、敵に雷属性のダメージを与える。さらに一定時間シンフォニーパワーを得る。全部シンフォニーパワーを基本は得る感じのスキルね、かなり強いですね。でスキル2が、まあこれ長いな、スポットライトで一定時間敵をおびき寄せ、おびき寄せ、敵にダメージを与え気絶状態にさせることがある。おお。でさらにシンフォニーパワーを得ると。で SP15%、SP15%、 攻撃 20%、バランスのいい。うーん、でもこれすごい SP っていうかさ、はい、消費 SP が少ないよね、まずね。あ、じゃあこれ少ないですね。回転のいい、そうですね、スキル連打しまくれるタイプの、うん、200超えてるしね、この段階だと。おー、6ある、やば、SP、そっか、 SP 回復が、うん、じゃあこれとつったら多分234いきますね、うん、あの SP いくのかがついてるんで、確かに確かにいくのかも、楽しそう。で次、俺あのバリアンですね。お、これはこれみんな欲しいよ、これ注目の、これね、かわいい、いやだからかわいいよ、かわいい、普通に、普通にかわいい、かわいい。でテクニカル、あ、この彼女もテクニカルタイプなんだね。移動中アップ、移動中アップ、あ、おーすね、移動中アップいいね。アップ、で敵に炎属性のダメージを与え、シンフォニーパワーを得る。敵にダメージを与え、シンフォニーパワーを得る。同じやん、同じやん、操作家のスキル。いやなんか、はい、投票の時も見たけど、なんかこうやってタヌキの楽団がさ、うん、どん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 いって、あれ気持ちよさそう、ね、気持ちよさそうで、すごいよね、オートスキルが。これ、アクションスキル全振り、徹底してきたよね、全振りですね。フローリアみたいな感じなんだけど、フローリアちょっと防御あったもんね、はい、ね、確かフローリアは 35% かな。そう、35% だね、これ50%、これ 50% だから、すごいね。ちょっとスキル重視のキャラクターみたいです。で、最後、今回、あ、吉尾じゃないよ。リーダーは俺だ。いいでしょ、かわいい、ヒナバーディ、ヒナパワーディ、これね、僕一番これ欲しいですよ。ピヨピヨです。またテクニカルタイプの消費 SP をかなりカット。で、ピヨ払い。ピヨ払い。炎属性のダメージ与え、シンフォニーパワーを得ると。で、メガピヨ。
これね、本当にね、名前通りのスキルだ。メガピオ。よ、メガピオ。まだ見てないんだよ。確かにピオ払い。確かにピオ払い。ポスターで普通に投票するときに見たんですよ。うん、ピオ払い。ボンってやるのと、なぎ払いと、メテオ。いや、早く見たい。早く見たい。早く見たい。でもこの操作系アクションスキルダメージプラ 50% っていうのがちょっと気になって、これじゃあ気になる。操作できなくない？どっちも。確かに。確かに。はい、というわけで、猛攻フォレストクイーン、ここでちょっといろいろスキルを見ていきたいと思います。お願いします。はい、さあ、最初はアルチュール。アルチュールさんね、これあれですよ、音出してプレイしたくなりますよね。これはそうね、なんかいろいろ曲にね、曲が流れるんだよね、確かね。そうですね、投票の時もそうだ、そんな感じだった、うんうん、楽団的な。さあ、このね、迷宮分曲もわかんない、かっこいいやん。ちょっとね、ファミコンのゲームなんだけど、なるほど、なるほど。ちょっとわかんないっす。よし、レクターをちょっと感じていただいて、はい、これスキル1、スキル1がディーネとか、そうディーネ、ディーネと動き全く一緒かな。ディーネ、ディーネの雷版みたいな。なるほどなるほど。でもな、この音がさ、音符が周りにいって、これが多分シンフォニーパワーで、なんだっけ、攻撃力と、はい、移動速度と防御力がアップする。おお、すげえ。で、こうスキルを使っていくと、こう2とか出るじゃん。これがレベルが上がっていく。で、最大5段階あると。こうデンジャラスアタック。なんか 10% ずつみたいですね。そうみたいですね。下がって最大 50%。あ、色変わっていくんや。そうそう。1段階目が白、2段階目が青で、これが2、あ、今2だ。あ、2ってちゃんと書いた。うん。3ですか。今2っぽい。今2って何ですか。これ3。これ3、これ3。これがタップ化のスキルで、全部タップすると1万ぐらいいく。これ剣装備してないからね、これ。ウッドソードだからね。やばいですよね。で、攻撃版もついて、そうそうそう、ヘイトも。ヘイトもついて。で、これで4かな。いや、あー、減ったー。いや、もう倒せちゃうんだ、4で、うん、強くないですか。やっぱ火力だいぶ高いですよ。だいぶ高いね。恐ろしいですね、シンフォニーパワー。シンフォニーパワー恐ろしい。これね、シャルロット持ってない僕らにもね、かなり希望の星が現れたですね。これだってフォースターの強さじゃなさそうなんだ、雰囲気出てますよね。やっぱコンチェルだから、はい、コンチェルだから。これ嬉しいな。コンチェルトシリーズ、コンセプトだから。よしよしよし、次行こう。ダリルですか、次は。ダリル見るか。お名前覚えてた。覚えてた。見た。カンペが、カンペがあんだけど。開幕からもうシンフォニーパワーをバンバン出してきましたね。うん。で、最大5段階でフィナーレって出るんだよね、確か。ジャンプスパイダー。ジャンプスパイダーだとすぐ倒しちゃうから。あ、すぐ倒す。ミノタウルス行こう。やれちまうからな。行きます。さあ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 。今回やっぱ全員シンフォニーパワーだけじゃなくて操作家のスキル系が、そうそう、多いんですよね、うん、そう、スキルには大体そんな感じになっていて、なんか使ってて面白そうなキャラクターが多いですよね。そうです、そうそう。よし、これでいきます。で、スキル1から、スキル1がね、こう突進系のねスキルで、こうやって、ターゲットに向かって突進系、ザックの、モノザック、モノザックかなみたいな感じの動きをする、動きをして雷でやるんだ。すごいっすね。うん、おいしょ。これで2、スキルフォーリーパワー。あ、これですか。スキル1ですね。うん、スキル1、ずっとスキル1、うん、でスキル2か。スキル2が連打、連打で、連打するとパンチいっぱい出す。わわわわ、おお、やばい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 、あと HP 8しかない。やばいやばいやばい。なんか、ここがなんか、ポンポン、あ、ついてた、ついてた、誘導するのかな、回復しよう。ちょっと飛んでくんの。助けてくれ。周りで HP が。助けてくれ。お、いい感じ投げる。でも SP が多い。本当に。106？ほら全然殴ってないのに。うまい。うまい。うまい。華麗な。あ、今ね、あれですね。シンフォニーレベルのフィナーレ状態。フィナーレ状態になった。本当だ。これ虹色になる。あ、本当だ。レインボーだ。60秒間持続らしいね。ね。それがスキルに。かっこいい、かっこいい、楽しそうだな。メルクイオみたいな感じなんですかね。ああ、確かに。それかフランみたいな感じか。あ、メルクイオじゃない、どっちかですけどね。フランだと思ったけど、めっちゃ楽しそう。うん、あ、やっと生まれた。あ、これだ。あと6残ってる、6。これパンチしたらね、お、これ回復間に合うか。お、間に合った。うわぁ、あれ、おお、おお、これも面白そうだよね。うん、やっぱ SP が多いからね、いっぱい受けてるし、ね。そうそうそう。
っぱその今まで結構買い集めるスキル貴重だったのもありますけど、結構このキャラたちやっぱ音楽を奏でるだけあって目立つんですね、うん、目立ってくるとこれ誰やね、これ誰や、次行きますか、次は種目のキャラじゃないですか、オレリア、オレリアさん、ダリル外使いやすそうな雰囲気出てましたね、遠距離も近距離もいけて、うん、グレールジャガリスキルが俺に敗北などありえん今回ヨシオはちょっといいですねヨシオもちょっと、ね、活躍させてあげないと、なるほどね、ちょっと活躍してほしいけどね、よく降りてくるからいや今回はね、新キャラ見たいから、新キャラ見たいからヨシオはちょっと黙っといてもらって、ちょっと端にいて、うりゃ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 っつって、今度のオレリア、はい、さあスキル1、まだ気づいてないぞあいつ、お気づいてないね、はい、まだないです、おこれが1位、あこれあれですよ、これカモ、これあれですよ、カモの飛ばせるやつ2個だ、あっちが、あっちだけ、おいた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 、オープンが飛んでってる、ドーンバーンで525、おお貴族性525ですか、うん、結構いってるね、ええ強くないですか、これ絶対あれじゃないですか、武器についてるじゃないですか、ああ 50% か 100% でしょ、貴族性強化絶対ついてるでしょ、これこれモチーフゲットきたな、すげえ、ってことはこのウッドの状態でこの消費で3000ぐらい出てますよね、これだって本当だ、3000出てる、いやこれ絶対使いやすいよ、すごいね、だって斧ってめっちゃ、しゅしゅで、スキル2がこの楽隊、これは捜査可能っぽくて、捜査可能もついてるんだろうね、すごいよね、これ何としてんだろう、ちょっと数えてよ、ちょっと数えて、数えましょう、いきましょう、いきますよ、はい、俺もやるよ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11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 
オーラ出てるのはこれはただシャモニパワーフィナーレなだけですかね。じゃないの？あ、これでしょ？これま、そう。これボビーなのかな？うっすら。違うよ。なんか回ってるよね。これシャモニパワー。でも吉野についてるよ。あ、じゃあシャモニパワーがマックスだよっていう。マックスだって言ってるね。虹色で。メガピオ。メガピオ。お、でかい。かわいいな。かわいいな、これ。そう、この音がかわいいですね。パラ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 とか言って。強い音出してね。嬉しくないね。はい。これが4キャラ目のひなちゃん。いや、今回はね、正直、ポスター僕あんま回す気なかったんですけど。やばい。あ、これちょっと問われてる。やばいです。ちょっと。俺もね、ちょっとね、22年ぐらいで収めておこうと思ったの。ちょっとシャルロットで折った傷はね、結構でかい。自分も結構傷を負ってます。傷を負ったよね。ちょっとね、おとなしくしようかと思ったらね、やっぱ許してくんないっぽい。そうですね、やっぱり恐ろしいゲームですね。欲しいわ。とりあえず、僕はね、何が欲しかったっていうとね、やっぱね、オレリア。かわいい。かわいいですね。見た目がまず好み、このね、なんかちょっとね、このキリッとしたね、めっちゃすごい。結構かなり、なんか少女漫画チックなね、タッチなのがまたいいよ。あ、確かに確かに確かに。それはちょっと結構好みですね。おぉ。ミヤボーはどうしかった？この4体は。え、小石さんね、ダリル。ダリ、ダリア。ダリア。ダリル、ダリルだ。ダリル、ダリル。ダリル。ダルキの、ダリルの、あの、遠距離からこのパンチ。パンチ、あれが楽しそう。いっぱい出るからね、そう、打ちたがりだから、もう、どんな時でも打っちゃうから。あと、ミヤボー大好きな、あれなのね。ヘイトが弁慶直伝の竹安弁の大好きから俺に任しとけ俺が犠牲になっとくからみんなやっとけってまあ桜井くんは聞くまあ聞くまでもないですけどねひなちゃんいや結構でも本当もうね今触れられなかった剣士のアルチュールさんもうねかなり剣士にしては1万とか火力が出るキャラクターなんでねしかもだってシンフォニーパワーにさらに攻撃バフも持ってるそう自己バフ持ってて、まあ、さらにねこうやって引き付けやつもあるし、うん、結構ライトアップ、ね、何でもできちゃう何でもできちゃうできちゃうわけよちょっとこれはやばいなこれ何出ても嬉しいんじゃないかなそうだね全部欲しいでしょ欲しいわほんの全部欲しいよやばい欲しいしか言うことがないから実装日まで実装日までみんな、はい、お待ちくださいやっちゃった俺はい、金曜日ですよね金曜日だと思うあ、おそらくおそらくスポースターが終わるのが17に投票が確か終わるはずだから、はい、大体その次の日だから僕らが東京ゲームショウに行ってる間にあるかもしれないまあいいやという感じですはい、はい、ありがとうございますぜひとも参考にしていただければ幸いですはい絶対みんな欲しくなっちゃいましたね、そうだよね絶対みんな欲しくなりますよねいつもとは一味違いますからね、うんこんな感じでこの白猫プロレスを楽しんでる僕なんですけれどもぜひ実は生放送で一緒にプレイする機会があるんですで毎週水曜日20時からポイントアップニコ生をやっておりますそこで白猫プロジェクトだったりなんか他のモンハンだったりなんあとなんかホラーゲームとかね実況してたりもするんでぜひぜひ見てみてくださいあとこのファミツアップチャンネルですけれども、まあ、白猫動画もあればモンストとか、編集長の毎日動画とか結構面白い番組が揃っているのでぜひぜひちょっとチェックしてみてくださいお願いしますお気に入りね気に入ってくれた方はここ PC はねここの登録ボタンでスマホの方は下の説明欄からぜひぜひご登録くださいお願いしますはいというわけでポスタープロジェクトコンセルト、はい、剣士あパンチ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 武闘家武闘家ウォーリアランサーのこれ4キャラを紹介していきましたはいありがとうございますありがとうございますファミツアップのケンちゃんでした映画桜井でしたヤモでしたせーのバイバーイ、はい